スタートから1時間ちょいか、今日はいろんなとこ通ってきまして、結局最後はこの道を下って帰るということです。この道とはここの上、佐渡奉行所の横の、スカイラインに通じる道というんでしょうか。気温はこれ温度計15度か。もう水飲みながら歩いとるもんだから、背中から顔からも汗が滴り落ちとるというか流れ落ちております。汗かいて水分だねて塩分を出せというふうに言われてるもんですから、一生懸命歩いて汗かいて塩気を取っております。塩気を抜くのもいいけど、塩気取らんのが一番いいんだろうからな。でも塩気のね、料理っていうのももうねえから、そこは難しいところですか。相川湾静かなもんです。6月2日の早朝ウォーキング。